富五岳は、秋田県仙北市と岩手県八幡大市の境にある、山である。八幡大の展望が良い山とされる、八幡大三大展望地の一つである。山頂はわずかに、秋田県側に入っている。登山道から見た富五岳山頂部富五岳と富士七、温泉富五岳から北に八幡平を望む。道路は、秋田県道、岩手県道318号八幡大公園線。 不だ岳は八万体の南隣に位置し、一際目立つピラミッド型の美しい山陽を誇っている。八幡平樹海ラインの途中にある富士七、温泉近くの登山口からえぐれている部分もあるが、基本的に笹あぶの緩い登山道を登ると、間もなく不だ岳分岐に到着する。この不だ岳分岐から西に急坂を登り切ると山等三角点がある不合岳山頂に到着する。 八万体の三大展望地にふさわしく、眺望は抜群で、遮るものがない三百六十度の展望が得られ、広大な八万体高原や、浦岩での連峰、秋田焼山、秋田駒ヶ岳などを望むことができる。また、他の山から八万体方面を眺めると、最高点の八万体よりもこの符号だけの方が目立つ存在となっている。符号岳の符号は土砂を運ぶ道具で、 山陽がそれを連想させるために名付けられたものとされる。富豪の名前は、我が三階に二の、沢富豪、指導地富豪、木古岳などがあり、また同じ裏岩手重層路の中にも三石山の、近くに、古富だけがある。京宝八年の久保田藩田沢村山守役の、絵図には、乳刀山と並んで、二、四つぶりと記されている。先達に、四つぶりが、乳刀山で、 引き分けに、四つぶりが、不語だけであると考えられる。公式文書には、に四つぶりは、入刀、学とある。新、文献登山ガイド、改訂版4は、秋田県の山、山と警告者。ありがとうございます。